じゃあ視聴者さんの LINE を読みますね。ライズさんこんばんは。明け方涼しく感じるようになりました。日中はまだまだ暑いです。数日前の動画でライドさんが9月生まれのようなことをおっしゃっていたと思うのですが、間違ってなければお誕生日おめでとうございます。そう、あの奥さんからね、誕生日プレゼントをもらって、まあそれはショートの方で見せようかな。まあまあいや、今持ってこよう。え、今日届いたのこれですね。誕生日のニューバランスのシューズですね。これです。こんなやつですね。かっこいいんですよね。あの毎年ね、何がいいって別に僕欲しいものないんで、スニーカーもらってるんですよ。だからスニーカーどんどん溜まってくるんですけど、自分でも買うし奥さんからもプレゼントさもらうので、あのスニーカーだらけになってくるんですけども、去年まではナイキのエアマックスをもらってたんですけど、あんまり高いの頼めないんで、なので今年からニューバランス。なんか鳥羽シェフがね、ニューバランスね、150足ぐらい持ってるとか言って、ニューバランス大好きだとか言ってたんで、僕も数ヶ月前にニューバランス試しに買ってみたら、めちゃくちゃ履きやすくて、こんなに履きやすい買ったんだと思ったんで、まあ、ちょっとグレードが高いやつを、奥さんに、じゃあ誕生日に買ってっていう風にしてもらったんですね。ありがとうございます。誕生日前にいろいろあって大変でしたでしょうが、これからハッピーなこともたくさんありますように。まあ確かにね、いろいろありましたよ。骨折ったのがね、一番ですけど。私は吉岡里帆ちゃんをあまり応援したくないから、たけるくんと里帆ちゃんはあまりお似合いではないように思います。あの、吉岡里帆さんって、女子から嫌われますよね。男性人気は高いけど、だからモネちゃんと真逆ですよね。モネちゃんは男性人気よりも女性人気が高いかな。でも、吉岡さんは圧倒的に男性人気ですよね。ピンとこないというか、でもたけるくんは里帆ちゃんが、このタイプが好みだったのかなと。だからまあ男性と女性はやっぱ違うんですよね。女性を見る感じがね、やっぱね。なんか今回の秋ドラマ吉岡里帆さん出ますよね。僕は吉岡里帆さんそんなにいいなと思ったことないけど、でもうちの弟は大好きですね。吉岡里帆が一番好きだって言ってます。それよりも武恵美ちゃんの名前が出て、そういえばと思ったのですが、数年前に相性診断をされている方が YouTube でタケル君とタケエミちゃんの相性は抜群に良いとおっしゃってました。タケル君と共演した女性の中で順位をつければ1番みたいですが、タケエミちゃんはすでに結婚しているので、結局はモネちゃんとの相性が一番良いというふうなことをおっしゃっていました。私も目いっぱいタケル君のプライベートに関心あります。夜分にすいません、おやすみなさい。まあまあそうですね、この前のね、僕の YouTube で、ね、あのタケル君のプライベートはそんなことはどうでもいいと、あの俳優佐藤健を応援したいという方もいらっしゃれば、いやいや、そうじゃなく人間佐藤健が好きな人もいるでしょうというふうに、いろんな人がいますよねって話をしたということですよね。で、相性なんですけど、武恵美さんと YouTube で、相性がいいっていう方がいたということですね。僕は見た時に一番相性良かったのは有村架純さんが一番相性いいなと思ったんですよ。佐藤健さんとね。武恵美さんも悪くなかったんですけど、一番いいなと思ったのは有村架純さんだったかな。うん。で、モネちゃんは普通だったんですよね。そんなにっていう、良くも悪くもって感じだったんですけどね。まあでも武恵美さんはどうなんですかね。僕は、なんかで読んだけど、やっぱ肉食系みたいな感じがあるなと。ね、あの、旦那さん高弘さんですよね。タケル君とも噂があって、タケル、タカヒロさんと結婚して落ち着いたっていうことは、この前も言ったけど、イケメン好きなんだな、というふうに思いますけどね。で、イケメン好きの女性ってのはやっぱり肉食系なのかな、というふうに思います。広瀬涼子さんと違うなって感じがしますよね。広瀬さんはあまり、そういうところでは見ない人なんだろう。佐藤タケル君もいれば、鳥羽シェフみたいなのもいるっていうところで、内面で見るんだなっていうところがあるから、そう考えると、タケルさんに関しては武井絵美さんと広瀬さん、内面も見た目もしっかりちゃんと整ってるというところで、佐藤健さんは素晴らしいなというふうに僕は思っておりますが、いかがでしょうか。まあ僕もね、まあ、俳優佐藤健さんも好きですが、やっぱりプライベート人間佐藤健さん、人間上白石萌音さんに非常に興味があるということを言っておきます。